今年の金運アップを願い訪れたのは、鳥取県日野郡にある鴨地神社、金運の御利益があると言われ、宝くじ当選祈願の参拝者も少なくありません。鴨地神社は全国に8万社ある神社でもただ1社しかない縁起の良い名前の神社で、全国からたくさんの人が訪れます。810年、出雲の神官の次男が伊勢神宮参拝のためこの地を通りかかったところ、お守りとして身につけていた神前の根付の玉石が急に重くなりました。そしてこの地に宮造りするよう神夢があったので宮造りしたと伝えられています。子持ち号は昔、黄金より勝ると言われた玉鉱の産地で、原料の政子鉄が取れる谷を多く所有し、金具の文字で表されているように鉄のことを金と呼んでいたことから、金の取れる谷を多く持つ里、子持ちと呼ばれるようになったと伝えられています。主祭神は雨の男たちの御事という神々の住む天そのものを神格化した神様で、全国でもこの神様を祀る神社は数社しかありません。天に直接願いを届ける希少なお社でもあります。子持ち神社に奉納された絵馬や、子持ち神社札所横の東屋にある当選絵馬には、お礼参りに来られた方々の喜びの声が記されています。私は還暦に億万長者になりました。ありがとうございました。ロト6と競馬と宝くじが当たりました。ありがとうございました。感謝しています。晴れて大金持ちです、などの数々の絵馬が奉納されていました。金運アップを願い、子持ち神社にお参りに来てみてはいかがですか。最後までご視聴ありがとうございました。